浪晋太郎、電撃トレード。アスレチックスの藤浪晋太郎が日本時間5日、タイガース戦で0対0の9回に3番手で救援、最速 164.3 キロをマークするなどして3者連続三振に抑えた。延長10回にチームが勝ち越し、藤浪が5勝目をゲット。4試合連続で無失点に抑え、課題だった制球力が改善してきたため地元メディアは、藤浪が電撃トレード要因として急浮上してきたことを伝えた。CBS スポーツは、アスレチックスの藤浪が5勝目で好調を維持との見出しを取り、タイガースに延長戦で勝利した試合で、9回に3者三振のパーフェクト登板を見せたと伝えた。この右腕は、3試合連続無安打を含む、4試合連続の無失点とし、彼の無四球の期間は、これまでで最も長い。重要な場面での起用でマーク・コッツェイ監督からの信頼を得ているようだとした。アスレチックスは、現在24勝63敗でア・リーグ西地区のダントツの最下位で勝率 0.276 は、リーグワースト。プレイオフ進出は、すでに絶望的な状況で、チームは、早くも来季に向けての土台を作る時期に入っている。大失敗の補強とメディアに酷評され、3A 降格や、戦力外論争さえ起きていた藤浪だったが、一転、シーズン中のトレードの目玉選手として注目を集める存在になってきた。8月1日のトレード期限まで、藤浪をめぐるトレードの動きから目が離せない。アスレチックスにいるから、登板し続けられるし、結果が良くなってきている。他チームに行ってしまったら出場機会も少なくなり、また調子を落とすのでは？アスレチックは売りたいだろうが、藤浪にしてみればアスレチックでマウンドに上がれる経験を得続ける方が来年以降に繋がると思うのだが。ポテンシャルはすごいので応援したい気持ちもあるが、アスレチックスでもう少しリリーフの実績積んだ方がいい気がするんだよな。アスレチックスの5億円をかけたギャンブルが成功しようとしているのかもしれない。このまま制球が安定していけばとても希少価値の高い選手になるのでは？電撃トレードあると思います。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。